ブーティ対バーナビーは1687年のイングランドの訴訟の名前であり、ミセス・ブーティは自分の暴富が地獄に追いやられているのが見えたと主張する隣人船長バーナビーに対して高等引き訴訟を起こした。1687年5月12日に船長バーナビー、ブリストー、ブルーアーはベントワースの商人ミスター・ボールと一緒にストロンボリに重量に出かけた。 その後、十五日に彼らが立ち去る準備をしていると、男二人が走っているのが見え、船長バーナビーが叫んだ。これは驚いた。先頭の男は、ロンドンの我が隣人ミスター、ブーティーだ。彼は布のボタンがついた灰色の服を着込んでいたし、彼を追いかける男は黒い服を着ていた。彼らは二人ともこの火山の火口の中に駆け込み、途端に大きな音がした。 船長バーナビーは言った。私は疑っているのではないが、あれは地獄の中に走り込むロー・ブーティだ。10月6日に彼らはイングランド、ケント、グレーブセンドに到着した。いくつかの談話の後、船長バーナビーの妻は言った。私はあなたにいくつかのニュースを言えます。ロー・ブーティは死んでいます。彼は答えた。私たち全員が知っていること。私たちは皆。 彼が地獄の中に駆け込むのが見えた。ミセス・バーナビーはこれをアル・あるロンドンの知人に語り、知人はそれをミセス・ブーティに知らせた。ミセス・ブーティーは非常に不快になり、それについて裁判所に行った。裁判官は夫がいつ死亡したのかミセス・ブーティに尋ねた。彼女は彼らに話したし、それは船長と彼の乗組員に彼が走っているのが見えた時間と一致した。 主よ私を憐れみたまえ、そしてあなたがみそなわしたものは決して私に見えないかもしれないことを認めたまえ。一人、二人、または三人は間違えるかもしれないが、三十人は決して間違えられない。ハーバート裁判長彼女はそこにいた承認三十人の陳述と彼らの日記に基づいて敗訴したそれ以降の諸判の中には、ブルティオ、パン焼き職人、または、 レシーバーとしているものがある。1837年にザイドラーはジョージ・クルック・シャンクによるミスタ・ブルティに関するイラストレーションを2つ発表した。1830年にオールド・ブーティ、エー・ A、セリオ、コミック・セーラーズ・テールというタイトルの詩がウィリアム・トーマス・マンクリーフによって出版された。1687年、ジェームズ・ニセイチ下、王座裁判所、ウェストミンスターの記録において、 ありがとうございます。